うもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、電池で火をつける。電池で火をつける、何種類かやってきましたけれども、はい、電池で火をつけるですからね、うん、この電気を使って火をつけようということです、はい、電池でね、火をつけるっていうことは、まあ普段ライターとかさ、うん、簡単につきますよね、火は。そうですね、ですけれどもね、災害とか、まあ、停電したとか、うん、そういう時にぜひね、電池ならあるんじゃないかなと。まあ、ご家庭でもリモコンの中とかさ、置き時計の中とか、前回やりました、うんうん、前回と言いましても前回何年前よ2年前、あ、結構前ですね。2年前ぐらい、はいはい、ガムの紙と、はい、ガムの銀紙と電池で、はい、火をつけるという回ありました、見てない方ね、まずそちらからご覧くださいね、はい、下に貼っときますから、その動画、はい、今回は、うん、もっと手に入りやすいもので、家庭にあるもので。確かにな、ガムの紙な。ガムの紙って実は片方紙で片方銀紙っていう、銀紙パターンのやつってない時あるんだよね。銀じゃない時あるじゃん。あるある、ガムの紙、うん、そこでですね、家庭に、誰でもこれならあるんじゃないでしょうか、うん、代用品こちらです。ドドン、アルミホイル。おお、ほこり積もってますけど、リアリティ、リアリティ、これがリアリティですから。もうあんまないっていうねね、家庭にアルミホイルならあるんじゃないでしょうか、はい、もう大体想像つきますよね。前回が銀紙の片方が、うん、まあ紙である、半分銀紙でしたよね、はい、今回は完全にいわゆる銀紙ですよ、はい、これをね、まずね、切ります。やり方は前回とほぼ一緒です、はい、ハサミ使いますけど、ぶっちゃけ指でやってもいけますよ、はい、切っていきます。こうやってね、帯状に切ります。これ前回見てない方はちょっとまだ意味わかんないかもしれないね。こんな感じで帯作ります、はい、でここも一緒よ、もう前回と、うん、くびれさせます、うん、真ん中を。スタイルいいね、これ。くびれすぎじゃないですか、これ。これ内臓あんのっていうねセーラームーン状態です。そうなの、わかんないですくびれがすごいのか。くびれがね、セーラームーン見てない、見てないんかい。あんま知らないですね。でも大体ああいうキャラってくびれ半端ないですよねああいうキャラってね、理想的な、ね、漫画のね、とんでもねえくびれしてるの、ワンピースとかな新しい感になったら、ちょっとナミさんがボインになってたよなあったな、2年後とかでしょ、うん、そう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 、どうでもはい、ということで、はい、まあこれは前回やったね、形と一緒です、はい、こう真ん中をね、やりますよね、こうクイッと、はい、で、これ今回ガムの銀紙じゃないので、はい、うん、アルミだから、うん、片面が紙になってないんで、燃える素材がないということです、うん、はい、ですからここまでは一緒なんですけど、こっから、違います。ちょっとひと手間、ここをですね、くびれてるここ切ります、はい、なるべくとんがらしたいです、ここ、はいはい、なのでまあ斜めに切ってもいいし、今回は細いんでこう切ります。はい、いった。あ、こうなりました。この切るというのが違いますからね、はいはい、いつもとよろしいですね。さあ着火していきますけれども、はい、まあ前と原理は一緒ですよ。こうくっつけて、うん、こう先端を寄せるんですけど、はい、ちょっとずれやすいのでね、この前と違って、はい、くっついてないんですよね、切ったから。そうなんですよ。なのでもうね、ここくっつけちゃおうかなと思っております。はいはいはい、セロハンテープ、合うようにね、うん、どっちもです。はい、はい、できました。こんな感じ、よろしいですね。はい、こうくっつけまして、もうここがくっつくという寸前になってます。こんな感じでくっつけてください、はい、では、はい、燃やすものなんですけど、はい、何に火つけましょう。ティッシュですね。はい、ティッシュですね。ティッシュいきましょう。これをこう、まあ困った時にはね、ティッシュ的なものにつけばね、はい、まあ、何にでもいけるんじゃないかなと。まあちょっと、うん、このままだと危ないんで、まあまあここね、ちょっと、まあ、テーブルですからね、僕ん家なんでね、はいはい危ないんでね、はい、ちょっと器用意しました。はいはいはい、ティッシュをねつける器と、これ乗せてもらっ、これ乗せてもらって、きったね、これにちょっと待って、佐藤さん、佐藤さん、これ火を、きったね、おめんちの鍋きったね。そう、こんなもんだろ。いやいや、これうなぎのタレ煮詰めてたんか、お前は飲食店みたいな、まあ、何を煮詰めて吹きこぼしたらこうなんだよ、お前。これはフライパンってことですか、一応。そうですね、ミニフライパンみたいな、あれだ、おめんちのフライパンの方切ったねえ、ピンク鍋切ったねって言ってたけど、このミニサイズの方がレベル高かったな。ここでいろんなもん作ってるからね。ああ、ここで親玉出てくるとはな鍋はいいでしょ、そんなか、そんなか、何、毒茹でたのか、お前毒茹でてたのか、お前、これで
フライパンだから。何作ってんだよ。毒炒めてたの、ほら。え毒炒めてたの炒めてたのこれ。炒めてはないよ。もう、頭入ってこねえだろ、これ火つけんの、お前、この汚さで。モザイク入れる。ここに。なんで手間かけんだよ。さあ、つけてきますよ、はい、いいですか、ちょっとあの、一応ね、ここ、たまに熱くなる時があります。うん、一応の素手でもできるんですけど、まあ、安全を考慮して手袋をつけさせていただきました。はい、まあ、いつもはね、素手で真似しちゃうとかね。そうですね。その時のために、お手本で手袋しましょう。ということで、いきますよ。はい。で、これ、あの、くっつけると、つきますんで、くっつけたと、とこと、この、紙のところを一緒にするって感じです。はい。いきますよ。お、見えました、今。火花が。見えました、今。おっ。パチパチ。パチ。お、出てます、出てます。おパチパチ。雷起きてんじゃないの？パチ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 。おい。おう。ちょっと待ってね。燃え尽き、あのね、先端がね、燃え尽きてきた。いくよ。てんつてんつてんつてん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 つてんつてん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 。待て、汚ねえ鍋の方がパンチがある。佐藤、なるべく上の方。このチョイスは良かったのか。おほら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 すごいですね。ほら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 、すごい技術だ。アルミホイルでつくからさ、ガム、まあ、ガムもいいよ、うん、タバコの銀紙でもいい、うん、ただこのね、アルミホイルだけでもいけるから、うん、はい、すごいけど、ちょっと大丈夫か、そんな飛んでる、あれ佐藤の部屋こんなに買いだっけ、蚊めっちゃいるな、嘘、黒いのいっぺ飛んでるからさ、いや、そうや危ないからみんな火の取り扱いは気をつけてよ、自己責任だからね、そこは、そうですね、はい、まあティッシュにはね、ついたんで、はい、こちらろうそくですよね、ちょっと見覚えのある形なんですけどね、怖いな怖いな、ね、怖いな、よく出てくるやつ。よく出るやつ。このろうそくに直でね、まあ、つけることもできるんじゃないかなと思っておりますよ。はい。まあ、別にティッシュにつけばね、ティッシュのところはポンといけばいいんですけどね。まあ、そうですよね。はい、まあね。まあ、直でついてもいいんじゃないかなと。さあ、点火用意。点火用意。点火！こうかな？ここで本当のハンドパワーが見れるのか。ハンドパワーいくよ。こうね、こうくっつけると。こう、繊細ですけどね。そうなんです。このパチパチをね、活かしていきたい。あ、来た。あ、くっついた。溶けてる、溶けてる。お。どうなんだ、お前たち。仲いいのか悪いのか。どっちなんだい。アルミはちょっと焼けちゃうんですよね。いい。これはいい。おぉ、マジか！てんつ、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 マジか！てんつ、てんつ、いけますよ。厳しいと思ってたけどね。これはね、結構強敵でした。うん。ロウがね、溶けるまでちょっとやっぱり熱量必要ですから。うん、すげえ。でね、特徴はね、やっぱね、さすがのアルミでもちょっと溶けます。ああ、なんか温度がね、溶けるんですよね。うん、もう溶けて丸くなってきますね。はい。はい。ちなみにこれアルミホイルは、はい。あの、表裏はないらしいんですよ。ないですね。あの、はい、電気は、どっちでも通りますんで。はい。はい。いいらしいんで、はい。ねえ、異常なくつきましたね。皆さん、家にね、リモコンの中とかに電池はあるはずなんだ。だ。ね、予備電池なくても。だ。で、アルミは、キッチンに絶対あると思うんだ。なんでね。これならね。困った、もう、停電したっていう時には、ぜひね、この方法でね、ろうそくとかつけれるんじゃないかなと、思っておりますよ。めっちゃドヤ。ああね。ありがてえ。ありがてえな。電気がない時に、うん、ね、こんなろうそくの一個がつくだけでも。あ、すごい。火って見ちゃうね。うん。ね、落ち着くんだよね。うん、ちょっともうちょっとでっかい火にしたくなってきたよね。やめるや。すぐ燃えっからうち。燃えやすいものばっかりだな。すぐ燃える。はい、こんな感じです。はい、ねえ、つきますよ、ということです。うん、はい、終わりましたけれども、いやすごいですよね。すごいです、本当に。これならね、電池とあのキッチンのもので簡単につきますんで、皆さんね、もしもの時にはやってみてください、はい、ということでございます、はい、はい、家でやるときはね、うん、安全な、うん、器鍋でやってくださいね。いや、もう器っていうか、もうそっちが気になるんだよ、これのパンチが強すぎっから。安全な器でね。あの、火よりこっちが気になるから。汚い子。ツイッター、インスタやっております。とっかくんで検索フォローお願いいたします。
チャンネル登録お願いいたします。本日はこれで、それじゃあまた。